それは旅路の中であなたが育んだ力の結晶。伝えておきたいことがあって、これを書いています。お兄ちゃん、ママ子のこと忘れない。真実なんていらない。たとえ幻でも、ただみんながいればいい。そう思った。先生、お前は誰なんだ。こんなことになってしまい誠に残念です。さようなら。